獲物語話芸第7話逆襲の刃。時は大正4年、妖怪急便によって東京のあちこちに火付けの被害。事態を重く見た貴族院が京都から寄り紙目付け村尾正親を呼び出し急備退治を命じたところから物語が始まりました。上野寛永寺の結界にいた急備の本体をついに捕獲した伝達と高尾、村尾正親が住処としている芝増上寺の地下へと急備を連れてきた。すると村尾はどこで用意をしたのか、呪文の札がベタベタと貼り付けてある檻に急備をぶち込んだ。さすがの急備も身動きができません。この檻は何です？これは京都に伝わる式折戸数、式紙を閉じ込めるために使うもんや。前から作らせておきました。悪鬼や妖怪もこの中では暴れまへん。へえ、そりゃすげえ。あ、高尾が来ました。遅くなりました。月どしたか？はい、はばかり3度した。秘技を使えたようどすな。長いこと使ってなかったから内心ヒヤヒヤでした。謙遜を。で、この狐どうするんです？首を落とすのかい？いや、まだ裏がありそうや。しばらくここへ、このまま。まあ、これはご褒美どす。村尾が伝達に、和紙にくるんだ金を渡します。その金を懐に伝達は、高尾と連れ立って銀座へ。いくらもらった？5円だ。今の5円じゃありません。大正時代の5円。今の価値で言いますと10万円くらい。じゃあ散財できるね。肉食べようよ。あ、牛鍋じゃないよ。ほら、7丁目にできた西洋館、あそこのステーキってのあれ食べよう。俺もまだ食べたことがないが、なんでも分厚い肉を切って頬張るらしいな。私も食べたことない。すっごく美味しくて元気になるんだって。行くか。行こう。2人ルンルン気分で高級ステーキ店に向かいます。そして1円もするステーキをおかわりして食べた2人、大満足で店を出ますと、そこには、あ、芝浜女連れだ。ありゃ、カフェタイガーのリリーだぜ。お安くないね。それにしてもカフェが良いとはいいご身分だ。近頃いい噂を聞かねえんだ。ちょっと前も火炎太鼓に金借りたとか。まあ、元はといえば俺がカフェに何ぞ連れて行ったからこうなっちゃったんだな。ほっとくしかないよ。子供じゃないんだ。諦めろって言ったところで悪い夢、そのうち気がつくさ。悪い夢だと、そう言った高尾。水商売上がりの高尾らしい言い分でございます。諦めましたよ。どう諦めた？諦めきれぬと諦めた。その芝浜、リリーと新橋の喫茶店へ。コーヒーです。ありがとう。芝浜さん、お砂糖3つだよね。はい。はい、召し上がれ。いただきます。うまいな、コーヒー。甘くて苦くて、でもその奥に果物の香りがするな。コーヒーの味が分かってらっしゃるのね。生かすわ。芝浜、魚屋として一流ですから、繊細な味が分かるのでございます。今日お誘いしたのはね、お願いがあるのね。なんでしょう？何でも言ってください、遠慮なく。嬉しい。あのね、田舎の母が病気で、ちょっとでいいの、お金がいるのね。そりゃ大変だ。で、いくらいりますか？50円ほどあればいいのだけど、そんなに無理だわね。50、
変ですか。あ、いや、なんとかします、なんとか。でも今日明日ではちょっと。そこまでご無理は言えないわ。今月中にはどうにか。はい、なんとかします。そんな話をしておりますと、奥の席に古美術界でその名も高い松井松庵がコーヒーカップを持って首をかしげています。芝浜は何度も魚を頼まれ出入りをしておりますので、よく知った人物です。その松井、これはと思う器を持って首を一度かしげると10円と言われております。もちろんそのことを芝浜は知っていた。2回3回4回、あらら5回、おいおい、5回も首をかしげてあのカップを見たよ。おいおい、どうしよう。どうしましたの、柴浜さん。あ、いや、なんでも。ただ、僕にも運が向いてきたのかと。そうこうしていますと、松井松庵が店を出ていく。ボーイが松井が首をかしげたコーヒーカップを奥へと下げる。今日はこれで失礼します。ちょっと、野暮用がありまして。というと、支払いを済ませた柴浜が店を出て、裏口へ回り中へ入ると、調理場へズカズカと白髪に蝶ネクタイの店主が血相を変えて、こら、ダメだ、ここに入っちゃいいから、どいて。芝浜、店主やコックを押しのけて洗い場へ。水に浸かった使用済みのカップを一個一個手に取って、あー、これだこれだ、これこれこれ売ってくれ、頼む、一生のお願いだ。芝浜、店主に懇願する。しかし店主も先ほどの松井の素振りを見ておりまして、ふっかけてまいります。10円やね。10円、バーカ言っちゃいけねえよ。10円って言ったら西陣の着物をあつらえられるじゃねえか。このガラクタのカップが10円はねえぜ。嫌なら出て行ってくださいな。買ってくれと言ってるわけじゃないんだ。ああ、分かった分かった、10円はない、3円でどうだ。3円なら今ここに持ってるんだ、頼むよ。芝浜、懐のがま口から3円出して店主に押し付ける。その熱意に負けて店主が、いいでしょう、仕方ない、ありがてえ。拝むようにしてコーヒーカップを抱きしめて松井松庵の住まい四ツ谷タンス町へ走ります。そこには松井松庵の営む古美術店が。ごめんください、ごめんなさいよ。なんでございましょうか。おやおや、芝浜さんじゃございませんか。ダメですよ、ここは表玄関です。ご用のことはお勝手口へお回りください。ご用聞きじゃないんで、こいつを買っていただきたくて。はて、なんでございましょうか。芝浜が薄汚れたコーヒーカップを懐から取り出してショーケースの上へ置きます。カップを手にした松井が、ああ、これですか。ガラクタです。冗談は明後日にしましょうよ。これはね、あーたが喫茶店で首を5回もかしげた名品ですよ。お忘れですかい。ああ、思い出した、あのカップでしょ。このカップ、どこにも傷がないのにコーヒーが漏れるんです。それがどうにも不思議でね。え、漏る。はい、ガラクタのカップなんです。ただ不思議だから首をかしげてたんです。ダメだよ、そんな紛らわしいことしちゃ。ガラクタか、そう、運が向くわけはないか。で、これをいかほどでお買いになりました。ふっかけられて3円も払った。それは災難でしたね。柴浜さんがこの松井松庵を信じてくださったそのことに感謝いたしまして、このカップ3円で松井がお引き取りいたします。松井松庵はこのガラクタを自身のメンツと誇りにかけて引き取りまして、芝浜は損得なしとなります。これが後に大騒動になりますが、それはまた後のお話で。さて、ところ変わります。芝増上寺地下九尾を檻に入れ何かを待っている村を、そこに気配が。誰か。部屋の隅、暗がりからぬーっと現れましたのは
黒ずくめのスーツ姿、顔の半分を黒いマスクで覆った男、年の頃は30前後、その男名を瑠璃の川と書いて瑠璃川。他人の家に入るんやったら名乗りよし。いいだろう、私は瑠璃川、その狐返していただく。取り返せますやろか。相変わらず脇が甘いな、村尾正親。なんやって？瑠璃川が腰に刺した刀を抜く。青い光を放つ刀だったと、その時奥の押し入れに潜んでいた伝達と火炎太鼓が飛び出した。後ろに明けガラスもいる。ほう、よりがみを潜ませて待っていたというわけか。キュービは私をおびき寄せる罠ということかな。そうどす。だからお前は甘いんだ。相手の力も知らずに張った罠などザルだよ。言い放つと瑠璃川キュービの檻に近づく。そうはさせぬと伝達が突っ込む。火炎太鼓が背中の太鼓を取り出す。この野郎！瑠璃川の一撃が伝達を吹っ飛ばす。火炎太鼓が太鼓を叩こうとした、その時瑠璃川が脇差しを投げる。脇差しが太鼓の皮を破った。うわー、太鼓がおじゃんだ。強えぞこいつは。伝達が起き上がる。寝ていれば命を落とさぬものを。なんだと？分かっちゃいねえな。俺たち頼神は不死身なんだ。頼神は不死身。その言葉を聞いた瑠璃川がにやり。そこへ先ほどのコーヒーカップの一件を村尾に聞いてもらおうと芝浜が飛び込んでまいりました。何がどうなってるの？そいつが狐を取り返しに来たんだ。瑠璃川の背後から飛び込んできた芝浜にくるりと反転した瑠璃川の刀が振り下ろされる。危ねえ芝浜！伝達が飛んで芝浜をかばった。その時伝達の肩から背中に瑠璃川の刀が走る。ふっと鮮血が流れる。不死身とはいえ頼神は人並みに痛みもあり血も流します。兄！この野郎、よくも兄よ。弱っちいくせに威勢がいい芝浜、切られた伝達を見てカッとなった。この刀は激鉄剣といって、頼神を殺せる刀だ。あ、激鉄剣。あの村尾には心当たりがありました。芝浜、引き寄し、やめよ。村尾の言葉が芝浜の耳には届きません。それほど頭に血が昇っておりました。よくも兄を傷つけやがったな。芝浜、やめろ。お前がかなう相手じゃない。行くぞこの野郎。芝浜が包丁を抜く。だがそれより瑠璃川の切っ先が早い。危ないと思った時、伝達が芝浜を突き飛ばす。瑠璃川の刀が伝達の額を割った。鮮血が吹き出す。とどめだ、メイドへ送ってやる。瑠璃川の刀がすっと伸びる。そこへ芝浜が飛び込んだ。芝浜、バカ野郎。芝浜が伝達をかばって刺された。瑠璃川の刀が芝浜の胸を深々と貫いている。芝浜！村尾が叫ぶ。火炎太鼓と明けガラスは言葉もない。瑠璃川が刀を引いた。ここまでだ。では九尾はもらって帰る。余裕の瑠璃川、圧倒的な強さ。檻を破り九尾をかけると闇に消えた。伝達は瀕死の芝浜を抱きかかえた。しっかりしろ芝浜。兄、痛えよ。ああ、切られりゃ痛えよな。でも、俺、初めて兄を守ったぜ。偉いだろ。ああ、エレン、お前は俺を守った。強い男だ。きっと、リリーさんも。褒めてくれるだろ。
いかすわって。ああ、そうだな。褒めてくれるさ。きっと。褒めてくれる。兄、どこだ。一人にしないでよ。暗いよ。真っ暗だよ。ここだ。ここだぞ、芝浜。伝達、ギャーッと芝浜の手を握る。あったかいな、兄の手は。兄、また飲みに行こうよ。ああ、そうだな、飲みに行こうな。いっぱい飲もうな、俺がおごるぜ。な、魚は何にしようかな。お前が選んでくれ。お前の目利きがいいよ。俺はお前と飲んでる時が一番幸せな気分で。おい芝浜、おいしっかりしろ芝浜、死ぬな。芝浜を強く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 抱きしめて、伝達の目に涙がボロボロと流れましたところで、本日はお時間となりました。続きは次回。これをもって本日の呼び終わりでございます。作広い王子、恋の出演芝浜、矢野翔吾、伝達、小南浩二、村尾正親、三木真一郎、火炎太鼓、土屋新馬、高尾、角友美、瀬名リリー、豊口めぐみ、瑠璃川、関智一、他安西龍太、佐原誠、手塚博道、そして語りは神田松丸でお送りいたしました。